はい、ということで解説していきます。玉型1一金1三飛車、2二玉、3二銀、4一金4三銀です。攻め方1二銀、3一飛車、3四金4二金、持ち駒銀が1枚ということで解説していきましょう。まずこれは1一飛車なんですかね。こう銀がいますので、こうきまして、で、まあ、1三玉ですね。まあ、これしかないので、1三玉。で、2三に金を打ちまして、2三に金を打ちまして、で、同じく銀で取ります。同金で取ります。で、最後はここですね。ここ。2二銀を打って詰みということで、ここに金がいるということで、出られないということで、同玉も同竜ということで、なんとこれで以下詰みということになります。ご視聴ありがとうございました。